男しか存在しない時空があったんじゃ。シャナオを殺せ。シャナオならまた平家の偵察だよ。千人目こそお前だ、シャナオ。源氏を殺せ。源氏の棟梁は私一人だ。血祭りにあげよう。シャナオがここに来ているらしいぜ。誰か死んだの、清盛をどさくさに紛れて殺してしまえばいい。この物語は源氏の第二王子シャナオとシャナオをめぐる男たちのおとぎ話なんじゃ。男の作る世に平和などあるものか。みんな死んでしまえばいいんだ。